ように見ると、あの今までの見せていただいた建物を見てみるとですね、結果的には敷地の状況にその何ていうかさ、あの影響されているところもあるんだけど、でも吉村さんの興味の中にはね、きっとあの何ていうかな、建築の空間を考えるプログラムっていうか、その吉村さんよく言う関係性のデザインみたいなことってあるでしょ、うん、はい、そういうことを気にしながらその空間を考えてるわけですね。そうするとあの世の中によく住宅作家っていうふうに言われてる人たちもいて、まあ、あの住宅はこうでなければならないみたいなこう考え方で作ってる人がいるんだけども、そういう人とは明らかにこう違うっていう感じがするわけで、吉村さんのだからその吉村のって住宅が大事というよりもやっぱり建築そのものの、その考えが まずあってね、その中でそのたまたま住宅だったということでじゃないんだろうかっていうふうに思ってるわけね。でその辺もちょっと聞いてみたいなという感じがあの、まあ、してるんですね。この2つについてちょっと質問してみたいという感じなんですが、まあ、その吉村さん そのそういう作り方を、頭に描きながらですね、今回の、この住宅を見せていただいて、まあ、印象なんですけど、相変わらずその破綻がなくてですねうまいなというのはあの感じるんですけども、ちょっとプラン見せてもらえますかね。はい、とかね、この中庭がね、あの例えばさっき水野幸恵さん その空間がね、非常にみんな気持ちがいいというふうに言ってたという感覚と同じような感覚で話をすると、中庭はね、やっぱちょっとちっちゃい感じがしてね、そうするとそのちっちゃいことが逆にそのマイナスの要素になってね、他をねあんまりいい印象にしないっていうことがあって、であのこれ回転するプランになってるんだけども、あのリビングとかダイニングとかキッチンの形がね、あの中庭の形がそのもうちょっとなんかあのいいアイデアがなかったのかなっていう気がしますよね。あの全体的にはその道路からセットバックされた形とか、あのとてもうまいというふうに思うんだけど、まあ、ちょっと中庭については違和感を感じてね。それと もう一つはね、あの空間そのものはとっても綺麗なんだけれども、あのなんとなくね、こう心のこうちょっと拠り所みたいな、こうあのさっきの水野幸秀の建築はね、どこにいてもなんとなくこうほんわかと気分が良くなるような感じなんだけど、ここはやっぱりさすがに作り方が違うから緊張感がある空間なので、落ち着いた感じをね、あのその空間のどっかにその欲しいわけ、僕なんかの好みから言うとね。ところがそれがあのなんていうかな、ちょっとない感じだね。だからそういうのがもう少しなんかこう加わってるといいなと思うんだけど、それが何なのかっていうのはちょっとはっきりと僕はあまりそういうことをよく言えないのでわからないんだけど、まあ、そんな印象を持ちました、ね、ということで、一応あのその印象とすればよくまとまってるんだけど、なんとなくこうあの要するに心の拠り所のあり、こう空間の広がりみたいなのは感じないっていう感じがしますね。さっきの質問にちょっと答えてもらったのが、そうですか、先にじゃあ山さんいい、どうする、いいんですよ、こんなもん、はい、こんな感じだと質問に、色の、うん、それナチュラル、ニュートラルな感じのこの作り方みたいな、はい、いつもしてるんだね。僕は、まあ、そもそもはなんかそのそ、まあ、もともと素材をなんかうまく扱うっていうのがあまり上手じゃない、知らない、知らないことない、いや、そういう知識は、まあ、あんまりなかったんですね。あの僕が、まあ、瀬島事務所にいた時はやっぱりこう白い材料が多くて、あんまりこう素材感のあるものって、まあ、コンクリートぐらいしかなかったんですよね、うん、だから逆に言うとその木をどう使うかとかってほとんど学べなくて、まあ、自分で住宅やりながらなんかこう人のを見ながら、うん、あ、まあ、こういう作り方があるんだなっていうのを知ったぐらいの、だからまだそこは正直試行錯誤で、あの全然まあ自信がないのでそういうのができないというのもあるんですけど、だから基本的になんかそのフレームを見せることは僕はあんまりしてなくて、どっちかというとなんか空間の大きさとかプロポーションとか、それをどう組み合わせるかとか、あとその内部と外部の関係とか、そういうことの方が、まあまあ、まだ慣れてるっていうのもあるんですけど、そういう考え方をする癖があるんですね。だからあの自分の頭の中ではあんまり素材感って出てこないんですね、スタディの途中では。素材感ほとんどなくて、まあ、プランの形、関係性
大きさ、そういうところが、まあ、主題になってる。だからまあ今後そういうね、あの雨山さんおっしゃってるような分野はあの自分なりに挑戦していきたいと思ってるんですけど、まだまあそこまでいけてないっていうのは本音なんです。なんかほらさっきも、はい、あのお客さんの要望があった時に案をいくつも出すっていう話をしたでしょ。それも僕も同じで、あの、あんま自信がないんです。あの、これだとそんなに思えないというか、そういうところはあって、まあ、あんまりこう案を決めたくないというところもあるんですけど、あの、あんまりこう一個に絞ってそれで突き進むことが怖いんですね、僕自身は。言われたんですね。周辺環境はね。そう。まあ、それはまあ条件の人だなと思って、まあ、それでこう奥に行ったんですけど、実はまあこの奥にこう入ってるボリュームっていうのはちょっと違和感があったんで、僕うーん、あのデザイン的にはね。うーん、まあ、実際できてみてこう手前にあの手前が低く押されてあるのはまあいいなとは思ったんですけど、ちょっとなんか奥にこうドーンとこうあるボリュームっていうのがそのこう建物もだとしてどうかなという。そうやろ、だって俺このスタディの模型見た時これはかっこいいなと思ったもん、うん、そうそう、まあ、で正直にできたやつを見ると、うん、まあ、今条件聞いたから納得しましたけど、うん、こっちの方が良かったのになんで後ろペイントしちゃったのかなと思ったもんね。うん、まあ、それはそういう気持ちはあったんだけど、うん、でなんかさっき浜田さんの話を聞きながら発動させられて、うん、僕はあのあんまりこう外観は、ね、意識したことあんまなかったんで、実はでもなんかこう外観が美しなければならないみたいなことを言っててそうかやっぱりああ外観デザインあんまり興味ないし、あデザインじゃないな、僕あんまりこう、うん、どっちかというと中のことを考えるのが好きなので、でもあのそのちょっと平面、はい、平面というか外観ってね、そんななんか2階に乗っかってるラインがあのなんかねこれ見るとあの内側に全部ここですよね。ね、平屋でこう内側にこう全部平屋にするとすごくかっこいいなと。はい、全部対平屋ね。全部対平屋で、ね。あ全部平屋。まあ、あの所有室はなくなるんですけど。はいはいはい。でそれもかっこいいなと思ったんです。うん。で2階乗せてる位置が、はい、ちょっとね電池が弱くなってる。あの構造的にも普通に、ね、大きくなりすぎるかもしれないけど、はい、普通でいけばあの中庭のあのラインみたいなですかね、はいはい、とりあえずはやっぱり形を考えてこうここへセットバックさせて、あそうですね、で、まあ、それはここへ谷を作ったんですよね、はいはいはい、そうです、こうですよね、そういうことですよね、はいはい、多分無理してでもやっぱりそういうことを電池入れましたね、電池あります、顔がです、顔がです、顔が